パネル展22日あ1日から28日やってまして、公演ということで2回昨日と今日ここで行っております。じゃ今日のテーマですけど、日本軍の6月戦と企業責任ということで、行います。で講師は北高一郎さん、今いらっしゃるかで、肩書きというのは在野の毒ガス問題研究者ということで、非常にさまざまなこと、平塚にお住まいで、まあ、どこのことについてお調べになっている方です。じゃあ、よろしくお願いします。あ、そうだ、時間のことちょっとすみません。時間は1時間程度話していただいて、30分ぐらい、お質問というかで取ってます。で、3時半という形で、1時間半予定しております。よろしくお願いします。すみません。こんにちは。皆さん忙しい中、ちょっとね、狭くて息苦しいかもしれませんけど、特に内容が息苦しい話ですので、この際すいませんけど、1時間半お付き合いしてください。今紹介にありましたように、北高一郎という名前でですね、毒ガス問題をしつこく発信しています。研究並びに発信しております。私は学級の徒ではないので、ひたすらフィールドワーク歩き回って、証拠を見つけて、証言を聞いて、嫌がるところに潜り込んでいって、実際何が起きてたのかということを調べまくっている普通の市民ですけども、しつこいですよ相当。でその結果がですね、現在そこの表のパネルで海軍の毒ガスのことについてパネルがあると思うので、後ででもぜひ見ていただきたいんですけれども、日本の毒ガスはですね、どうやら皆さん戦後ずっと研究なされている方も、なんか全部陸軍みたいな、陸軍のことが非常にクローズアップされてまして、海軍はそういうことはやってない、あるいは海軍もちょっとやったけど、あくまでも防御だと、陸軍に引きずられてやっただけだみたいなね、なんかそういうのはずっと定着しちゃってるんですね。これが海軍の実にそのうまいところです。これはですね、海軍というのは本当に知能犯でですね、悪いのは全部陸軍、マッチョ陸軍のせいにしよう。海軍は知能犯ですよ。本当は陸軍も海軍も共同で毒ガスの研究開発に当たるということを、時間給協定ですでに結んでるんですね。証拠があるんです。大正時代にもう決めてるんです。1922年大正11年に陸海軍の時間協定というものがあります。陸海軍化学兵器共同研究に関する協定というのが結ばれて、これは敗戦になるまでずっとです。さらにここにはですね、書いてないんですけれども、陸軍も最近戦部隊として石井中将の下で7対1部隊というのがありました。海軍はやってないのかというと、これまた同じように海軍は細菌を研究開発していました。この辺をねずっとごまかしているのがうまいんですけれども、まあ、そのことも含めてちょっと今日はお話ししていきます。1時間ということなので駆け足になっちゃうと思うんですけれども、ポイントポイントでお話ししますけれども、とりあえず手元にですね、この資料をお配りしたんですけども、全部手書きなんで、聞こえてます？大丈夫？ちょっと聞こえにくいとか。聞こえにくい。これの上に乗っけちゃうか。うん、こっちいいですか？ちょっと話し、うん、聞こえます？大丈夫？この資料のちょっとね後ろの方から説明します。簡単に説明します。というのはいきなり毒ガスのですね砲弾のこと言われても
いろんなこと言われてもちんぷんかんぷんな人だっていっぱいいるはずなので、あの毒ガスの名前から含めてですね、どんな効能のあるかっていうのを2枚目のこの2つ目のところ、資料1っていう書いてあるんですけど、それを2つに分かれてます。この真ん中から真ん中辺大丈夫ですか、下のページで、あの資料1っていうふうになってるところがあると思うんですけど、そこから後ろをこれからちょっと説明していきます。よろしいですか。これはの毒ガスに含まれる化学物質の資料っていうことなんですけども、日本軍の毒ガスはですね、あの機器剤っていうのはね、イペリットのことです。別名マスタードとも言うんですけど、これは陸軍の言い方です。海軍は3号特薬という名前、特薬っていう名前をつけてます。でその下の赤剤っていうのは、これはあのオート製の毒ガスです。これはあの海軍では2号特薬と言います。でその3番目の緑剤っていうのがあるんですが、これはあの催涙ガスのことです。1号特薬と言います。で青剤っていうのは、これはあのホスゲンのこと、塩素ガスのことで、ホスゲンのことです。で茶剤っていうのは、生産ガスのことです。海軍では4号特薬と言います。白剤っていうのは発煙剤のことなんですけれども、この発煙剤にですね、赤剤を混ぜます。ですから表向きは発煙剤で、相手を威嚇したなんて言ってる言い方がいっぱいあの戦中にあるんですけど、これ嘘なんです。そこに赤剤を入れてるだけです。で次のページいきます。次のページはですね、日本軍の主な毒ガス兵器で、あの左側のページのは全部陸軍です。それで右側のページは海軍の毒ガスなんです。つまりこれを見ただけでも、どれほどの毒ガス弾がですね、作られたのかっていうのは分かると思うんです。全部を説明することはあのやめますけれども、あの要するに迫撃砲弾、あるいは大砲、野砲の大砲の弾、そういうものにいっぱいあの毒ガス弾を入れてます。さらにそれ以外にですね、あの航空機から、ばらまく、つまり航空機に、ドラム缶を乗せましてですね、そのドラム缶にイペリットが入ってますけれども、それをジョウロみたいにして、ばらまくんですね。それウカって言うんですけれども、そういうのとか、あとあの皆さんあの夏場だとあの散水車があると思うんですけれども、あの散水車のタンクローリーの中に毒ガスが入っていると思ってください。そういうのを戦場で撒きます。そういう散水方法があります。そういう、つまり航空機から投下する爆弾の中、それから大砲の中、そしてあの背中に火炎放射器みたいのを持って、タンクで持って、それであの目の前にばらまくという、そういう放射のやり方とかですね、この辺はあの陸軍も海軍も一緒なんですけど、海軍の場合はこれまたずるくてですね、大砲、あの海軍の艦砲ですね、いろんなあの船の駆逐艦にしろ巡洋艦にしろ、その船の艦砲の中に、あの大砲の中に毒ガスを入れてます。でこの毒ガスはですね、あのずっと内緒にしてたんですけど、バレてくるんですね。いろんな資料が出てきてバレてくるんですけど、あの大砲が船にボンって当たって走行を破壊して船に沈めるっていうだけだと、いっぱいやんないとなかなかいかないんですよね。ですからそこでぶつかった時にすぐ爆発しないで、ちょっと時間差を置いて爆発させると、そのための干渉のこんなのがあるんですけど、そこに毒ガスを入れるんですよね。そうすると中で爆発した時に相手の兵隊はそこで毒ガスを吸ってしまうということで具合悪くすると、そういうやり方を取った、その口径の艦砲弾、この右の方に書いてありますけれども、そういうのをたくさん作っております。それと迫撃砲弾と、それから、上からの爆弾、60キロ爆弾とか、そういうものをやっています。で、
あとはここには出てないんですけど、手投げとですね、本土決戦用にですね、たくさんの、手榴弾、つまり毒ガス弾をたくさん作っています。ビール瓶に入れたりですね、ガラス瓶に入れたり陶器に入れたりしてます。でその次のページ見てください。次のページは、資料4になってますけれども、毒ガスの原材料とその納入企業、いよいよ本番に入っていきますけれども、納入企業の一覧が入っています。でこれを見て右の方を見ていくと、みんなそれぞれの会社の名前が出ています。その会社の名前は後で ある特定の企業だけですけれども、全部言ってるもう全然時間がなくなっちゃう、特定の企業だけを後でお話しいたします。それで右側も、これは海軍がですね、一番上の方が陸軍が、アリスウェという人がですね、アメリカ軍に対して報告書を出しています。戦後です。その報告書の一部です。これはどんな会社がですね、陸軍に納入したのかということが書いてあります。で下は、海軍の野瀬という人ですけども、これ管制本部の技術商社で、これも米軍宛ての報告書です。でこういうところに、表に具体的な名前が出てきます。でこれも後で説明します。これでもこの報告書はですね、ほとんど嘘ではないんですよ。嘘ではないんですけれども、報告書の数量は全部でたらめに書いています。それであえて報告しないものがたくさんあります。それは自分たちが攻撃用の兵器を作ってないと、あくまでも防御だということで戦犯逃れを図るためにやったことです。で次のページ、資料6は、これは日本全土の毒ガスがですね、埋まったり、あるいは製造してる、保有してると、そういうところの環境省が作った資料です。これはその全体の一部にしか過ぎません。なんでかっていうとですね、ずっと黙ってた人たちが、はい分かりました、じゃあここに埋めましたっていうことを言うかっていうと、ほとんど言わないからです。でその一部です。で次のページを見ていくと、そういう黙ってたことによってですね、どんなことが起きてしまったのかっていうことが書いてます。つまり戦後の話です。日本軍が遺棄した毒ガスが日本と国内と、あるいは中国において被害者がたくさん出ていると、その被害者が出ていることに対して日本政府は一切保障はしてないと、そんなんでいいんでしょうかっていう話なんですけれども、ここを見ていただくとその一部です。で次のページも、資料8も同じですけど、これは茨城県の神栖町です。要するに地下水が汚染されるとどういうことになるかということなんですけど、その汚染源を持ち込んだのは誰なんだと、でそれをずっと放置してたのは誰なんだと、そういうことをここに書いてあります。で次のページの資料9はですね、これは日本だけじゃなくて、今度は連合軍、アメリカ軍がイタリアの沿岸に大量に毒ガスを捨てました。つまり日本軍だけじゃなくて、アメリカ軍も連合軍も毒ガス戦を想定してですね、大量に、イタリア、ヨーロッパに持ってきました。で具合は悪くなって、それを海に捨ててきた。これに同じやり方です。それで同じようにイタリアの漁師の人たちが被害を受けていると。これはイタリアだけなんじゃないんですね。もっと北の方、バルト海の沿岸、ベルギーとかですね、そっちの沿岸の方はこれ第一次大戦以降ずっと毒ガスの被害です。第一次大戦で使い物にならなくなったものを全部バルト海に捨てました。そしてこの第二次大戦で使わなかった毒ガスを捨てました。捨てるっていうことが処理の方法だったんですね。ですから環境汚染だとか、そこでその働いて、あるいは生活している人たちの命とか、そういうことは一切考えないのがこの毒ガス戦の具合悪いところなんです。で一番最後のページ、資料10見てください。ここにあえてこれを出した、ヒ素廃棄物どっさりって書いたのは、これが重要な問題なんです。日本軍の毒ガス兵器には全部ヒ素が入っています。
このヒ素はね、有機ヒ素なんですけど非常に厄介なんで、元素ですからこれを焼却してもヒ素はヒ素として残っちゃうんですね。ヒ素の入ってないあの方法でのイペリにしろ他の毒ガスの場合は高熱をやってですね、1200度で10秒間熱するとですね、それは分解します。つまり無害化ができるんですね。ところが日本のイペリット、ルイサイト、それから赤剤等々は全部ヒ素が入ってるんで、1200度であろうが1600度であろうがヒ素はヒ素なんです。残っちゃうんですね。でこのヒ素の毒性っていうのは半減期がございません。よって100年、200年、300年経ってもヒ素はヒ素として残ります。それが体内に入ると非常に具合悪い世界がずっと続いてしまうという。じゃあこれの治療法はあるのかっていうのはない。ですからこの化学兵器の恐ろしさっていうのは、その場で戦闘の無力化させるだけでなくて、問題はその後です。土地を汚染し、水を汚染し、環境を汚染してですね、そして次の世代、さらに次の世代にわたってひどい目に遭わせ続けるっていうことですね。それに対して国際社会はですね、みんな目つぶっちゃってるんですね。貧者の核兵器って言われるように誰でも作れちゃうんです。私なんかこれ研究してるとですね、いろんな毒ガスの製造方法の方程式が頭の中に入っちゃう。今までそんな科学なんて大っ嫌いだったんですけれども、これやることによってですね、いろんなことが分かってくる。そうするとこの物質とこの物質を混ぜ合わせると毒が出るってこと分かっちゃうんですね。それといくらでもそんな材料は市販されているものがたくさんあります。皆さんでもよく宣伝にあるじゃないですか。お風呂場でですね、これとこれ混ぜるとガスが出るから危険ですよってわざわざ書いてあるじゃないですか。ですからそういうのをわざと混ぜ合わせれば出ちゃうんですよね。塩素ガスが発生するわけです。ですから世界中で蔓延してるわけです。化学兵器禁止条約っていうのができました。1995年できました。日本はようやくそれに反抗したんですね。その前に1900、ここに一番最初に書いてあるんです。一番最初のページを見てください。一番最初にもう1世紀ですよ。1915年にドイツ軍が4月22日にイーブルというところで毒ガスをばらまきました。これが戦場で毒ガスが使われた始めです。じゃあドイツ軍がばらまいたら他はやらなかったかというと、とんでもなくて、イギリスもフランスもアメリカも連合軍はみんな対抗して毒ガス戦を始めました。ですから第一次世界大戦の毒ガスの被害っていうのはそれはひどいものだったんですね。ですから皆さん有名な方でヒトラーっていう人がいた。あの人はこの第一次大戦で従軍してこの毒ガスの被害を受けた人です。ずっと、彼は病院で苦しんでたわけですね。であと他に何ですか、武器よさらばという本があると思いますけども、あれも毒ガス戦の治療をするために病院に入っていた兵士とそれから看護婦の話だったと思うんですけれども、毒ガス戦っていうのはそこから始まって、じゃあもう二度とやらないようにしようよっていう話が出たんです。一時それがジュネーブ条約を作ろうと、で日本も催涙ガスも全部毒ガスに混ぜろとその時言ってたんですよ。本当に真面目な話言ってて、それでじゃあどうなったのかっていうと、批准はしない、調印はした、反抗はしたんですよ。アメリカも反抗はした。でもそれを国内に持ち帰ってですね、議会で承認を得るっていうことはしない、ずっとしなかったですね。ずっと敗戦になってそれ以降もやらなかった。でここから本題に入ります。こういうとんでもない毒ガスを作ったのは軍部なんですけれども、じゃあその原材料はどこから手に入れてきたのかっていうことなんですね。原材料も全部軍部が手に入れたかっていったら、そんなのお間違いです。ありえないことです。つまり化学産業の全面的なバックアップがない限り、
毒ガス栓はできなかった。ですから先ほど言ったようにあの大久野島の毒ガスのその資料の中に納入業者の名前がバンと出てます。海軍もそう先ほど出てました。つまりそこの企業の原材料があって、あるいはその企業が毒ガスを作る最終段階の手前の中間薬というのがあるんですけど、それを作るまでに毒ガスは民間企業で作らせている。で、民間企業で作ったそのものを最終段階で一つのきちっとした形の毒ガス兵器にしたのが大久野島の隣の曽根というところ、隣って言っても福岡ですけれども、そこの曽根っていうところで兵器化する。ところが海軍はですね、あの相模海軍工廠と平塚と寒川にあったんですけれども、この2つのところでその中間薬を全部そこに集めて、そこからあの全部玉にも込めるっていう、まあ一括してやってたんですね。で、戦争が負けてですね、この納入業者はどうなったのかっていうと、何の反省もないですね。何の罪も問われることはなかった。未だにそうですけど、どんなことを彼らがやってたのかって具体的な例を挙げていきます。あの全部の会社を言ってもしょうがないので、全部の会社はここの中にいっぱい書いてありますけれども、三井を取り上げます。三井財閥、2ページ目を開けてください。三井を取り上げます。三井財閥の中で三井三池染料、三井東圧、三井化学とありますけれども、三井鉱山の三井ですから、三井鉱山三井三池染料というのが正式の名前です。鉱山会社ですね。ところがここにあのもちろん鉱山の石炭からいろんな化学物質ができますから、この三池染料で染料会社は毒ガスの原材料を作りに持ってこいだったんです。ここのこの会社にいち早く目をつけたのが、実は陸軍の毒ガスを日本で最初に持ってきて、毒ガス船やれやれやれってわめいて、ずっとあのお金をいっぱいもらっちゃった人がいるんです。久村っていう人、ここに書いてあります。典型的な人です。この久村っていう人は陸軍の科研、今富山ヶ原ですね、あそこに科研というのがあって、その後六研という名前に、ね、変わりますけれども、そこの所長もやって、そしてこの人は現役を辞めた後にですね、どういうことになったかっていうと、北海宗達っていうところに、ソーダ会社に取締役で入ります。これ三井系です。それからすぐ1年後に三井化学の顧問になります。その後に1944年には東洋高圧と同じ三井の軍需会社、ここの社長になります。そしてこの社長になったまんまですね、敗戦を迎えるわけですけれども、三井の本社の中で軍人が社長になったのはこの人だけです。つまり三井直系以外で社長になったのはこの人だけで、どれほど三井がですね軍と一緒になったのかっていう典型的な例なんですけど、同じようにここにですね、もう一人海軍の火薬所、平塚にあったんですけども、あの海軍の火薬所があって、そこの所長、省庁って、ね、やってた岸本っていう人がいるんです。この人は、昭和10年頃からですね、退役になってすぐ三井に入ります。ですから海軍も陸軍も三井に対しては異常な接近の仕方をしています。そして海軍の無塩火薬、それをための原材料、そして一番の問題になっている毒ガスの中間薬の製造をここに任せます。陸軍もここに任せます。これそこに後にあの次の3ページ見ていて分かりますけれども、異常な毒ガス生産が始まります。三井鉱山三池染料のこの毒ガスの生産がなければですね、中国戦線であれほどの毒ガスをばらまくことはできませんでした。海軍もできませんでした。これは三井だけじゃないんですけどね。
ここにこの細かいことをいろいろ言っててもしょうがないんですけれども、まあこれはじっと読んでいただいてですね、いろいろ CA 罪とかいろいろ書かれてて、うわー分かんないなと思われると思うんですけど、よく読んでいくと分かるように一応書いてありますので読んでください。でこれはね、中間薬をがない、なぜそこで作らせたのかということなんですけども、海軍の技術だけでは大量生産できないんですね。陸軍もまたその中間薬を自分のところ大久野島で作ることはできません。ですからこの中間薬は全てそういう日本の国内にある企業に任せます。そのために教育注文ということをやるんですね。つまり自分たちでプラントを設計をします。これは毒ガスの専門家がいる陸軍と海軍であります。そのプラント通りにお前の会社でやれと、そのためにはお金ジャブジャブです。言われた金額全部出します。資材も全部提供します。ですから企業はお金はもらえる、資材は全部手に入る。それで挙句の果てに教育注文だと普通の買い上げの5倍の値段で買い上げてくれる。こんなおいしい世界はないですよね。ですから企業倫理なんか何でもないんです。儲けりゃいいんです。それで続けていくとどういうことになってしまったのかっていうのが5ページ目を見てください。大牟田の爆発石油事件っていうのが出てきます。これはすごいことなんですけれども、ちょうど1937年です。イクミナという、その、辺見さんではないんですけど、昭和12年の9月の25日から起きた事件のことなんです。つまりこの年の7月7日に中国で日本は悪さを始めました。その前からやってますけれども、そのわずか数ヶ月後です。爆発セキュリーっていうのは、セキュリーが爆発したんじゃないんですよね。工場で犬工場っていうのがあるんですけども、そこの三池線量のところで夕方爆発が起きました。夜中にもう一回起きました。その爆発が起きた直後からですね、大牟田の市内はもうてんやわんやの大騒ぎになるんです。なんでてんやわんやになるかっていうと、濃いガスが、街を覆うわけですよ。街を覆った時、これ読んでみれば分かると思うんですけれども、11万の都市です。11万の都市、そしてこういう軍需産業、石炭の街です。大牟田といえば石炭の街ですよね。たくさんの人がいました。で、土曜日の夕方です。みんなバタバタと倒れていくんですね。で、翌日の朝になったらもう街の中では本当にバタ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 で倒れていくんですけど、病院に駆けつけようにも病院も溢れてる。結果どういうことになったのかっていうとですね、死者が712名、患者2500名、2万5000人以上というとてつもない大事件が起きたわけです。で、これでなんで爆発セキュリっていうのかって、セキュリ菌が、セキュリ菌を持った番小屋の子供がいたと。その子によってセキュリが蔓延して、そしてこの大牟田の市民がこういうことになったと。その大牟田で三池線量の爆発のことは一切触れないで、そういう話にされてしまったんですね。それで爆発セキュリ事件ということで、この一番上のところに火があるんですけど、そういうふうになってます。それは嘘です。丸ごとおっしゃいます。つまりね、一人の子供のセキュリ菌で2万5000人もね、セキュリが行くわけないんです。どう考えたっておかしいんです。それでこの時の水道っていうのは、熊本の近くのところからですね、真空ポンプで吸い上げてる井戸があるんですけども、それが全部給水源です。ですからそんなところにセキュリ菌が入るわけないんです。でましてやこのセキュリ菌を分析したらですね、菌の株がいっぱい出てきちゃった。一人からだったら一つしか出ないでしょう。菌っていうのは株があるんですよね。どんなんでもその株の元をたどっていけば、例えばそれが何型だっていうのは分かるんですけども、
実際出てきたのは5つ6つ出てきちゃった。それぞれ別々の型駒込 B 伊方1号陸軍衛生部 Y 金北里伊方川瀬金滋賀金とかね出てきちゃうんですね。ということはそれぞれの別のところで作られた赤痢菌がそこに大牟田市内に流れ込んだってことですね。で誰が流し込んだって翌日この事件が起きた翌日からもうすぐに軍が動きました。久留米の連隊も動きました。熊本も動きました。憲兵隊が動きました。それで翌日からもう26、27日ぐらいから福岡それから各地にある大学の病院の先生たちが入ってきます。でももうすぐに翌日にはですもう赤痢菌の犯人だということにされたんですね。でここにあるんですけども新聞はどうしたのかっていうとですね新聞はたった1回報道して終わったんですね。これは当時の昭和12年の9月29日の朝日新聞なんですけれどもここの端っこの方に150名死亡する大牟田悪疫の恐怖と悪疫になってこれが唯一出た新聞記事です。で最終的にはですね犯人は水道説ってこと水道が原因で赤痢菌がばらまかれたということですけど本当は実はそうじゃなくてその赤痢菌は誰がばらまいたかって軍がばらまきました。軍が県に渡してばらまきました。その軍はどこから持ってきたのかっていうと軍医学校です。軍医学校が大元です。軍医学校というのは石井中将の元のところです。でここの軍医学校でですね赤痢の予防薬予防錠っていうものを開発してたんです。赤痢のワクチンなんかできるわけないんですけどもその予防錠としてですね何十万も作られて特にですね満州事変の後にですね20万人分が作られたんです。それがあった。でそれを久留米の連隊とかですね熊本だとか各部隊のところにすでに配布していました。それは陸軍の軍医学校の50年史の中にズバッと出てる。で石井四郎が考案した赤痢菌のですね大量生産装置があるんですけれどもそれが作られたんです。使われました。そしてその20万錠の錠剤のうちの十何万分が大牟田市内の市民に配られた。だからみんな赤痢になっちゃうんですよ。全部赤痢になっちゃう。なんでそうなっちゃうような予防薬なのかっていうと予防薬を作るで副作用が非常に強いっていうことですね。これ使えないんじゃないかっていうことだったんです。でも予算いっぱい欲しいんですね。それで石井はどんどんそういう細菌を平気化することを考えていくちょうどその過程だったと思います。その過程で赤痢菌を最初は近衛連隊の兵隊自分たちの兵隊にも持たせてですね満州事変の以降ですね持たせて使わしてるんです。やっぱり赤痢が出ちゃうんですよ。どうもこの副作用がひどすぎるということで使われなかったものが20万人分保管されてた。でこれ幸いです。この爆発事件をつまり国際法に違反した毒ガスを生産しているっていうことが公になることは非常に日本は困ることだ。ましてや日中戦争を追っ始めたばっかり現場では毒ガスを使わせろと大苦戦をしているわけですよ。上海から2ヶ月間もうそこのところで足止めにされてどこにも行けないニッチもサッチも行けない増派の段階です。それから一気に南京まで行くんですけれどもその手前の段階はどうだったのかって本当ドラ沼に足を踏み入れてる状態だったんですね。それで企業にはそれ増産しろとそこで事故を起こしちゃった。
これは表に出たら偉いことだったんで、これを封鎖するためにまず事件がなかった、逆にあったのはそういう悪役だと、それで予防薬と上司で予防長として、これで石井四郎が喜んじゃった、いい実験ができるじゃん。ですからこれはあの隠すことと人体実験と両方を合わせ持ったとてつもないひどい国家犯罪です。いまだにこれはですね、あの研究者いるんですけれども、あの残念ながらですね、これは表に出てくるような話にはなってないんですね。なぜかというと、かつてあの新聞記者もですね、これをちょこっと書いたばっかりですね、なんかどっか急にあの支局かなんかに飛ばされちゃったりするような、三井の町なんですよ、大牟田っていうところは城下町、半端じゃないんですよ。病院まで全部三井ですから、具合悪くなったらそこの病院入れられちゃいますからね、出てこれませんよっていうぐらいに、私が知ってる時ね、70年代ですけれども、私が知ってる時はそうでした。で今もそのことをあの研究している方たちがいます。これはあの大牟田の爆発、いわゆる爆発的理研究会っていう方たちがいるんですけれども、このメンバーの一人が今日この場に来てくれています。その人が書いたのがこの日本の枯葉剤っていうのがありますので、後で見ていただければお許しします。ちょっと脱線しましたけれども、要はこの爆発セキュリ事件みたいなことで、あの蓋をした三井はですね、これ以降大量生産にさらに拍車をかけます。それはその後のあのその前のページで見ていただければわかるんですけど、昭和12年以降、15年からずっとですけれども、これはねもう半端じゃないくらいに、あの軍需会社ですね、この頃っていうのは三井鉱山だけじゃなくて、三池染料だけじゃなくて、日本ソーダとかいろんな会社がですね、全部軍の指定工場になります。指定工場になって軍の番号が付けられている、つまり何一千何とか番工場っていう、つまり工場の名前を表に出さないようにします。全部軍機法です。つまり今日本で行われているような盗聴法だとかですね、これから多分奴らがやってくるだろう、いろんな悪法の元にあるのがこの昭和12年の頃のことを考えてみると重なり合いますよ。あのね、軍機法っていうのが作られるんです。軍事機密、特定秘密なんとか法っていうのはよく似てますよね。今なんか僕らが何回こう資料を出すと墨塗りでくりますよね。今度は墨塗りどこじゃないですよね。それを申請した瞬間に、はい、こちらいらっしゃいっていう世界になっていくと思うんですよね。そういうことがかつて行われていたのが昭和12年、具体的な法律として形が出てきたのはそうです。治安維持法ははるかに前ですけれども、似たようなそういう状況の中で軍と企業が結託して、こうやって毒ガスの仲介役を作っていきます。でこの大牟田のじゃあ三井化学っていうのは廃線になった後どうなったのかっていうと、ごめんなさい言ってですね、毒ガスやって、それで皆さん迷惑をかけたということで詫びたのかっていうと、とんでもないですよ。もうすぐ早く操業を開始します。操業を開始したら途端に天皇はですね、ここのところに視察巡察をしてます。これが写真が7ページになります。天皇家と非常に密接不可分の三井ですけれども、さらにわざわざこの三井化学に来るんですよ。よく毒ガスを作ってくれましたね。戦後も頑張ってくださいというようなもんでしょう、ね。それでこの三井化学から三井統圧に行くんですけれども、戦後この人たちは何をやったのかというと、枯葉剤、これですよ。同じことですよ。商売のためだったら何でもやる。それで今度は枯葉剤を作ってですね、これをベトナムに直接は持っていかないですよ。そんなわかる、すぐ分かるようなことはやらない。
シンガポール経由してオーストラリア、ニュージーランドの会社に持っていきます。でそこで一つのものにします。そしてベトナムに持ち帰ります。ですから私たちはベトナム戦争の時にベトナム反戦やったじゃないですか。やりましたよね。皆さん反対を言いましたよね。でその時私たちが反対やったからつってベトナムの人たちに対してですね、加害ではないなんて言いませんよね。この枯葉剤を作らせてたのは私たちですよ。その枯葉剤によって3分の1が日本の枯葉剤、焼夷弾とナパーム弾の3分の1は日本製、ね、ベトナムに行かれた時にベトちゃん、ドクちゃんの話が出てきた時、日本はそういう人たちを、ね、日本に呼んで手術をしてって美しい物語みたいにして言いましたよね。でもその元凶をやったのは実は私たちだった。私たちの手は汚れてるんですよ。ずっと汚れてるんですよ。さらにそれを表向き枯葉剤なんて言わないで商売やってたのがこの三井です。ですから今あの三軍一体化とね、学問の人たちが、日本学術会議が方針を変更するんじゃないかとかね、それぞれの大学にアメリカ軍から研究費が来ると、あるいは防衛省からの委託を受けてやると、科学者とその両親はどこへ行ったらって言ってますけど、もうどっくの昔に戦後ずっとやってんですよ。日本国憲法の下でやってなかったなんて嘘なんだ。朝鮮戦争の時に何やったんですか。朝鮮戦争の時この機会はどこだったんですかってことです。海軍はね、海軍は敗戦になって、そこの施設を日東化学っていう会社、三光化学、三光って三つの光るって会社、三光作戦の三光ですよ。すごい名前つけますけど、この二つの会社が GHQ のためにですね、そしてアメリカ軍のために催涙ガスをバンバン作ってました。そういう研究者、技術者が自分の目の前にいるわけですよ。その人たちの再就職先、昨日まで毒ガスを作ってた人がね、ちょっと時間を経って三光化学っていうところに来るんです。でそこの三光化学の社長は誰ですか。なんてことない相模海軍工廠の省庁ですよ。名前を変えただけじゃないですか。そして挙句の果てに催涙ガス使って、それをアメリカ軍に渡して、それでアメリカ軍はそれを使う。憲法なんかないんですよ。あんな当たり前にやってたんですね。そんなことはベトナム戦争でも同じことが言えたわけです。ソニーなんてスマート爆弾だって言ってね、ミサイルの頭の部分は全部ソニー製ですよ。そういうことをねずっとやってて、それは全部知ってるはずなんですよ。でそんなことは一切やってなかったみたいな、綺麗な美しい戦後民主主義の日本の国、そうはいかないと僕は思うんですよね。なんでそうはいかないかっていうと、僕がずっといろいろ調べてもみんな口すぐむんですよ。教えてくれないの、ね、それをかって NHK はねいい番組作ったんですよ。あのね、海軍のね反省会っていうのがあったんです。海軍の参謀たちが集まって反省会っていうのを開いたんですね。これ戦後水耕社っていうところでやったんですけれども、つまり海軍は軍令部っていうのを持ってるんですね。つまり大本営には陸軍は参謀本部が、片一方海軍は軍令部が、軍令部総長っていうのがいるんです。これ伏見の宮っていうんですけど、これいたんですけどね、ずっとひげのやつで、でこっち側には皇族がいるわけですけども、ここの軍令部の参謀員全部生き残ってますから、この人たちが敗戦になるまで実際自分たち何やってて、何が原因で何が問題だったのかって、それぞれ反省し始めていろんなこと言うんですよ。
それを取り上げた番組があったのね、海軍反省会っていう。それでね、確かね129回目の時だったと思うんですけれどもね、あの海軍はね、あの山式沈黙だって言ったんですよ。山式、ずっとみんな沈黙するんですよ。具合悪くなると沈黙するの、悪いのは全部陸軍。その山式沈黙の、その沈黙こそがね、当時の、例えば当時軍令部の中で一歩踏み出すのか、それをやめなきゃいけないというのかっていう機会が何度もあったって。でもそうなると声のでかいやつが全部通っちゃう。おかしいなと、そんなの話違うじゃないかと思った参謀たちが全部黙る。その黙っていった結果が、あの敗戦に行くわけだし、そして戦後も続いているわけじゃないですか。今私たちの周りそうじゃないですか。ずっとそうやってきたから、安倍の野郎たちがあんな風にのさばってるんじゃないのかなと思うんですけどね。やっぱりあの沈黙っていうのはね、よろしくないんですよ。その沈黙こそがね、あの戦後の悪さだったと。みんな喋ってくれないんですよ、本当に。聞いた話だとか言うんですよね。そのうちに、あの最初はあの自分がやったっていうことは言ってくれるんです。次にあの聞いた話、見た話になるんです。そのうちに一つ手に聞いたなって、それからあとはもう口聞かなくなりますよね。逆の場合もありますけどね。7割方はそうなっちゃう。なんでかっていうと、我が身の大切さですよ。自分の身、周りはどうでも自分の身だけですよね。そういう地位とか、会社にそれが会社の問題にしたり、地域の人たちの問題にしたりします。でもその結果がですね、蔓延してこういう会社に利益優先、死の商人と化しても、そこで勤めてる人は今自分がやってることが人殺しのことをやってるって分かってますよ。分かってても商売のためですよ、仕事のためで全部手を染めるわけ。それで言うのは決まって仕事のためです、家庭を守るためです。そうやって全部やってきたんですよ。でもこれってずっと続いちゃうとどういうことになるか、その続いてどうなったのかが、僕たちは1945年の8月15日に見たわけじゃないですか。あの衝動になってしまったことです。でここで飛ばします。あの三井はそういうことを戦後やりました。その後の会社の名前だけバンバちょっと言ってきます。次に書いてある日本争奪、戦前日総コンツェルンと言われました大きな会社です、新興財団です。でこの日本争奪の、新潟県日本技工場っていうのがあるんですけど、上越市です。今もあります。非常にあの有名な会社です。なぜかここで全部自分たちでイペリットまで作っちゃった。軍がそっちはイペリットを自分たちで作るけど、イペリットまで自分たちで作って、それを積極的にですね軍にあの納入していきます。ですからここにはですね、どんな人たちが視察に来るかというと、頑張れって言いに行くんですよ。東国だとか、下の方に書いてあります赤坂の宮だとか、梨本の宮だとか、皇族がもうてんこ盛りできます。さらにここにですね、軍需産業に貢献したとしてですね、陸軍大臣東条英機、軍需大臣吉田茂、市商工大臣から感謝状と、こういうのが証拠としてバッと残ってる。これを見ただけでもなんかちょっと違うんじゃないかなと思う人がいるかもしれないけど、こんなもんですよ。本当にこんなもんで、この人たちのこの会社はですね、軍需化学薬品製造工場としてですね、アメリカからマークされます。イギリスからマークされます。当然ですよね、分かっちゃう。そのぐらいにこの日本争奪っていうのは、あの重要な、あの毒ガスの中間薬を作ることで、中間薬だけじゃないです、もう本番のそのものも作ってしまう。この10ページにその作り方が書いてありますので、あのこんなことやって毒ガス作っちゃうんだなっていうのが分かると思うんですけれども、ここに教育注文のことが書いてあります。著しく高値で買い上げる保証を与えるのが教育注文です。
ですから当時の民間企業は軍と一緒になるといろんなものが見返りに来るんですね。毒ガスのことで言うとですね、寒川のところで登戸研究所と一緒になって風船爆弾を作ってたんですね。海軍は128件 B 級作戦で ABC の B 級作戦って言って、歯舞台と海軍の場合は絹と歯舞台なんですよ。つまり構造三つ股の和紙ではなかったんですね。でなんで海軍はそんなものを陸軍と一緒になると、陸軍は別の形で風船爆弾と、なんで海軍が毒ガスのところでそんなことやるかっていうと、海軍は細菌兵器をそこに積むつもりだったから、なかなか森を燃やすための焼夷弾をちょこっとつけるなんて、そんなね、わざわざ遥かのところでやりませんよ。種子島のねところで北海道大学の先生と農林省の役人と合わせて稲を枯らす細菌の研究をやってて成功したんですね。やったと。でこれを乗せてですね、アメリカの穀倉地帯をばらまくということが当初の計画でした。それが当初の計画であって、結果はですね、富豪作戦という登戸研究所の方の作戦に一本化するということで、海軍のその技術は全部陸軍に渡されました。でそこでですね、風船爆弾が使い終わってっていうか、もうやめちゃって4月の段階になって、大量の和紙が今度余ったんですね。和紙が余った時に京都の紙屋が困っちゃった。京都の紙屋はその富豪作戦のために特別の機械をですね、軍のお金大量にこう最新式の手に入れて大儲けして、戦後も大儲けしてるんですけど、この人たちが作った和紙が山ほどある。どうするか、海軍がよこせ、何のためだ、本土決戦のため、それでカッパ作るんですよ。雨カッパみたいな毒ガス戦に備えて、毒ガスの防毒雨カッパ、笑えるんですけど、こういう形でそのギリギリまでですね、企業はそうやって軍に貢献するわけで、それで大量のお金、それから大量の資材を戦後使うわけ で、なんでこの大日本クロスっていう会社なんですけど、写真にね、最初に書いた写真に載ってるの、2番目の写真に書いた時は載ってないの。最初の写真書いたら、ね、大体皆さんも僕なんかここに資料手に入れる時は写真を川崎のね、横浜のいい図書館があるんですよ。皆さんぜひ行かれるといいんですけれども、市役所のそばに汚い建物なんですけどね、県立の図書館で、そこにはね分室になってるんですけど、写真がね、国会図書館にも置いてない写真がある。ですから日本中の研究者はこの写真を目指してわざわざ川崎まで来るっていうぐらいに、神奈川県のこれは本当誇るべきね、その写真のコレクションがあるんですけど、その中で見つけるんですよ。私も随分お世話になりました。で、そういう写真の中に最初に20年史30年史は戦中のことが必ず書いてあるんです。なんでかって、自分たち技術者は戦争関係なく自分たちのやったことに誇りを持ってるんですよ。アリバイ証明じゃないですけど、こんなことやって、こんな苦しい中でこんな技術やったっていうことですから、本当のこといっぱい書いてある。ところが30年史40年史になって会社が大きくなると、戦争中に軍部に協力したっていうことがそんなにあからさまに書いちゃうと具合悪いから、だんだん薄めていくんですよ。で今の80年史になったとほとんど書いてない、一行書いてあればいい。これってどっかに似てませんか、教科書みたいなとか、ね、例えばかつて朝鮮人の虐殺をやったと記事書いたと、ね、そういう記述があったと。ところがそれは具合悪いからって虐殺っていう言葉をやめて殺害っていうふうにしましょうやと、今度そのうちそれも全部なくしていく。あちこちに火がありますよね。
そうすると右翼の人たちが、この日は何だって言われるから、言われてあったらそんなの跳ね返せばいいんだけど、時の権力の風向きを考えて忖度して、はい分かりました、なんかそうやって物事を消していくということは、これは歴史を暗殺、歴史の史実を消していくということですから、次の世代の子どもたちは知らないことも、でここの私がこうずっと言っているこの民間企業の後ろの12ページ見てください。12ページに全部一応目星のを書きました。三井系は昭和、三井化学から東洋高圧と住友三菱、古川、日総工事、保土ヶ谷、この保土ヶ谷宗達っていうのがあそこの保土ヶ谷にあるんですけれども、ここは社史がないんですよ。実に珍しいの、社史に書けないことばっかりだったから。日本で一番最初に民間企業で毒ガスを作ったのはここの会社です。ホスゲンを作りました。なんと大正時で大正10年作ってる。それでこの時に陸軍の一番最初に久村っていう男が日本の民間企業に協力を要請したんですけれども、いい返事来なかった。やっぱり商売の方が重要だって、もっとお金出してくれればやる、設備投資やるよって言うんだけども、ここの保土ヶ谷はやりますと、どんどんやりますと言った会社です。よってこの会社は本当に陸軍から熱い厚遇を受けまして、それで日本の毒ガスを引っ張っていた会社の一つです。でこのあと日本工業、今のジャパンエナジーだとかですね、ありますけれども、あの毒ガスの思想をやるときにアシさんが必要なんですよね。アシさん、アジアの思想品さんというか、アシさんというのが必要なんですけど、これをやるには鉱山が必要でしょう。でその鉱山は、それが出るのは銀山です。銀山です。石見銀山もそうですけども、そういう銀山のところには必ずこれが出るんですけれども、この出たものを釜で炊くんですね。釜でやって蒸し焼きみたいにすると、そこの上に白い結晶がバーってつくんですよ。その白い結晶を削ぎ落として、それを樽に入れてですね、それを船で運んで奥の島に持っていくと、あるいは三井三池船領に大股に持っていく、あるいは平塚に持っていくと、でそこで生成するんですけれども、じゃあこれに取った鉱山労働者とその土地の人たちはどういうことになるかってことですよね。それが要するに四大工業、あの公開慢性ヒ素中毒って言われた宮崎県高千穂にあるトロク鉱山、トロク鉱山の周辺の住民の人たちはもう戦時中からずっと苦しんで苦しんで苦しまくって、水俣病で公害のことが表に出てきた時に、初めて自分たちももしかしてこれって公害じゃないだろうかと。でその時にその会社を経営していたのは中島飛行機です。中島です。で戦後その会社を手に入れたのが住友金属鉱山です。ですから住友金属鉱山の前に70年代の公害訴訟の時にはですね、皆さんが押しかけましたよね。それで汚染答えたんですよ、会社の前で。で生アメタブスもやったら、私も見に行ったこと、見に行ったっていうか、そこに行ったことあったんですけれども、その時はその人たちはまさかそれがその毒ガスの原料になっていることっていうのは誰も知らなかったね。誰も知らなかった。今はもう絶対そうなんですけれども、そういう形で製造の家庭での被害者が出ても、企業はその人たちを見向きもしない、切り捨てた。で今ここでその民間企業を名指ししました。特に三井を名指ししてますけど、私はとことんこの会社とですねやり合おうと思ってますよ。この人たちは これだけじゃないですからね。この鉱山労働者で一体誰を働かして誰を埋めちゃったのかっていうことは、
朝鮮の人、中国の人に対してどんだけのことをやって、一個も謝罪しないじゃないですか、ね、でそれをずっと沈黙してるってね、先ほど言ったよね、やましき沈黙ですよ。私たちは決してやましき沈黙にあってはならないと思っています。それで一番ちょっとここでもう時間が来ましたので質問を受けますけれども、毒ガスとね、毒ガスをこうやってた民間企業と、それから先ほど言った軍医学校731部隊というのは密接不可分の関係がある。戦後も密接不可分の関係があるんです。ですから富山ヶ原の後に今予防研がある、国立の予防研究所ができてます。それから各地にとんでもない医薬品メーカーのおっかない工場がいっぱいできてます。その周りは大丈夫なんだろうか、こんな細菌研究やって大丈夫なんだろうかっていう人たちがたくさんいると思うんですけど、そういうところのルーツをたどっていくと、必ずここの毒ガスか、あるいはその細菌部隊のいたところにたどり着きます。必ずです。 100% 間違いなく続きます。かつて731部隊の人たちが戦後になって緑十字をやりました、有名ですよね。それからHIV の時で、私は年寄りだからいじめないでくださいなんて干されたのがいましたけれども、みんなつながってるじゃないですか。南極観測の一層隊の隊長なんていうのは731部隊の東証部隊にいた男、東証を研究してた男ですよね。そういうのが南極観測隊で誉れた。みんな忘れてるんですよ。忘れてるのか黙ってるのか、そういうことをやるから繰り返しになって、今盛んにその軍学言われていますけど、三を抜いちゃダメですよ。三軍学なんですよ。だからこの産業界っていうのは、もちろんその優秀な学者を手に入れますよね。その優秀な学者と金が入れば倫理なんか何にもないんだから、今なんか一番楽なんじゃないですか。さっさばで引っ張られてちょっとね、一緒に皇居のところを行って飯食うか、近くまで行って飯食うかね、安倍かなんかの仲間と一緒に日本料理食うか、一頃ですよ。それでいいんですかってことなんですね。それで私なんかはこの700何名の方ですね、それ以上の人たちのやっぱり一人一人の名前をね出して、やっぱり三井に謝ってもらうと具合悪い、それとやっぱりこれ国が隠蔽したことですから、国がきちっと、そしたら国費でね、国費で国のあれで保障すればいいじゃないかとよく皆さん言うんですけど、それって僕らの税金なんですよね。だから私企業が悪いことしたら、私企業が全部財産投げ出して自分の金で償ってもらいたいんですよ。東京電力も私もそう思ってますけどね。なんで俺たちが廃炉の金まで出さなきゃいけないんだ。まあ大雑把なんですけども、ここのね、さっきのもう一点だけちょっと言いますけどね、赤痢菌事件の前に、実は1年前に浜松でね、こんなことがあった。これはね、当時の新聞ですよ。新聞で言いますとね、生産毒魔蹂躙の浜松、猛毒混入の怪事件って書いてあるんですね。これね、死者がいっぱい出たんですよ。なんでかっていうとね、毒まんじゅう事件なのね。まんじゅうに結果だけ先に言ってますと、ゲルトネルト菌っていうね、サルモネラ菌が一種が入り込んでたんですよ。それで運動会でそれ食べた人がみんなわたわたと死んでいったのね。でこれをきちんとゲルトネルト菌だって言ったのは軍医学校なんですよ。北野という男と、北野誠治っていう男と、西っていう、北野誠治って聞いたことないですか。とかさっきのところにいっぱいあったと思います。731部隊の親玉ですよね。で西っていうのは731部隊の孫悟っていうところの支部長をやってた男です。でこの人たちはなんでそれをすぐにゲルトネル菌って言えたのか。でその半年前に鳥取の方で軍の学校でやっぱり毒まんじゅう事件があった。黒アニしか、黒アニ食べた人は全部ダメ、白は大丈夫だって、変な話なんですけど、ここで
すでにゲルトネルト菌の僕は実験を始めてたと思ってますよ。それでそれに半年後になってこの赤痢菌事件ですよ。そしてその後これはもう日中戦争昭和12年ですよね、侵略して、それから731部隊は満州へ行きますよね、大々的にやっていくっていう、この、ね、一連の流れの中で物事をきっちりと見ていくときに、じゃあその時のそういうワクチンだとかなんとかってやったお医者さん、戦後どうしてんだっていう話ですね。ですから企業、製薬会社、医者、それで学者、うん、でこの毒ガスのこの企業と責任を問うの場合はやはりそこで天下り、ね、それで天下りさせた企業で、その企業の経営姿勢、戦後今度ベトナムで商売やると、人殺しの商売やると、じゃあ今イラン、イラクで、あるいはシリアで、あっちでやってないか、デッカウランダンってあれどこ行っちゃったんだろうねっていうふうに思うんだけど、あれは原発の廃炉ですよね。そういうの日本って関わってないんでしょうかっていうことの一個一個のやっぱり疑問をね、僕らは頭の中で言えるべきだと思うの。報道はされないことが真実じゃないわけだから、されない理由があるんですよ。されなければされないほどおかしいんじゃないかっていうぐらいにもっと疑問を持った方がいいかなと思ってます。とりあえずここで幕を引きます。それで付録にこれをつけました。一番最後のところ見ていただくと地図がありますけれども、これは神奈川県内の毒ガス関連マップです。つまり自分たちの足元にかってこういうものがあって、毒ガスの部隊がいて、それで施設があって、隠されたものがあってということの、これは今でも非常に危険ですから、それつまりもう過ぎ去ったことではない、現実の今の問題としてこういうことがありますので、要注意の場所だということを頭に入れておいていただきたい。一応終わります。ありがとうございました。聞きたいことがいっぱいあるかと思います。あと20分ぐらいで、今から簡単にしてくださいね、質問。はい、よろしくお願いします。マイクが、元自衛官の問題ですが、一つ、足りないなと思った点があります。陸軍の研究開発っていうのは、軍医学、特に NBC 関連、今でいう NBC 関連では軍医学校ではなくて、メインは旧砲工学校、陸軍科学研究所なので、そこが抜けてたんですか。先ほど言った科研ね、陸軍の科研、後にそれは第6技術研究所になります。軍医学校というのはその科研からちょっと離れたところにあって、その軍医学校のところのメンバーが731部隊に行ったという、そういう話をしています。いいですか。軍の教員というのは軍人で、はい、正規の士官と軍医というのは全く別で、でもそこで軍医学校で石井中将たちがやってたのは、そこで自分たちの仲間で、そこで理系長だとかいろんなことを研究していきます。そこで731部隊を作るわけです。ですから軍医学校ってそのままそこのメンバーが731部隊のメンバーになっていく、つまり科研を通していくわけじゃないってこと。科研は科研の中でもいくつかこう分かれてますけれども、科研の中でその第六技がいずれ大きくなって第六技術研究所っていうふうになっていくんです。第六技術研究所の次に第九があるんですけど、九っていうのが登戸研究所、これ防弱とかそういうのがある。それぞれ分かれていくんですけど、軍医学校は別です、科研と。で別なんですけど、ここで石井っていう男が祖国から優秀なのを全部吸い上げて731部隊のメンバーにしたと、部隊に入れたという形です。ですから北野誠二だとか、それから西だとかいう男はそのまま731に入って孫悟の部隊長になると、これはもう居座らざるとか、そういう形をとって。ちょっと別の方に、すみません、終わってからまた話してください。聞こえ大丈夫それ、
多分音出ると思う。音が出ると思う。関東学院大学の安田ですけど、何回かお話聞いてるんですが、今日非常によくまとまってて分かりやすかったです。それで毒ガスの問題っていうのは私自身は直接研究はあまりしてないんですが、以前筑波大学に勤務してる時に茨城県の東海村のアドバイザーみたいなのやってたんですね。その時にその時の東海村の町長さんが茨城県で一番大きい常用銀行の筑波支店長をやってる方なんで、私ちょっと呼ばれて行ったんですが、それでその原子力をやめるべきじゃないかというのを僕ら提案したんですが、いろいろ分析して、ところがなかなかそれを決断ができなかったんですね。それで例の 3.11 の震災があって、それで町長が辞めるって言ったらですね、もうこれではなかなか辞められなかったんですよね。でそれで毒ガスとの共通性は何かというと、ですからまあ、戦争自身が僕は犯罪だと思いますけど、その中でさらに超凶悪な犯罪がこの毒ガスだと思うんですよね。戦争だから 何やってもいいというのは多分国際的には通用しないと思うんで、そういう意味では戦争、特に第二次大戦のシンボル的なものはこの毒ガス問題じゃないかと。でその辺にまあ、私研究者として、それから一人の国民としてのどういうふうにこういう問題を考えていくか、何回かお話聞いてだんだん少し整理していこうと思ってますが、そういう問題と含めて考えていきたいと思うんですが、どうでしょうか。あ、言っていたいです。ね、ABC 兵器ってね、アトミックですよね、バイオケミカルですよね。それで A の方はアトミック、ご存知のようにですね、要するに世界的に核兵器をやめましょうっていう話にはならないですよね。核保有っていうてんこ盛りで、その人たちがいつもノーって言いますよね。それでじゃあ BC 兵器はどうだったのかっていうと、ようやくその1995年にBC 兵器、そこで C 兵器ですね、ケミカルの方は禁止ということにはなったんですけど、まだこれに抜き穴があるんですよね。抜け道があるんです。それで他でもそうですけど、要するに全面的にこういうのは禁止しなきゃいけないよっていうのはね、実はずっと昔にもうできてるんですよ。ハーグの陸戦協定っていうのがあるんですね。でこのハーグの陸戦協定っていうのは、戦争にもルールがあるよというところで、残虐なる兵器を持ってやる武器ね、そういうのは一切禁止だと。全部残虐ですよ。だからここに照らし合わせれば全てがダメ。それからその後にベルサイユ条約っていうのが第一次大戦の後にドイツとの間で連合国で結びますけど、そこには日本はそれは関わって、そこの条約のあれにはなってませんけれども、国際慣習法としてですね、毒ガスの使用はしないということがここに書かれてるんですね。それに一切無視しますよ。あっても無視しますけど、少なくともそういう国際間ではそうなんですよ。でこれは原子力に関しても本来はそうだけれども、要するに一時期原子力の平和利用とかなんとか言ってね、自分とこの核兵器は大丈夫だなんとかって抑止力だとかうじゃ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 言ってるうちに、世界中でこんなことになってるわけですよ、ね、かって日本は唯一の被爆国だって言ってましたけれども、唯一どこじゃないですよね。他にいっぱい実験場だとか、その核兵器の、まあ、戦争では唯一です。戦争では唯一ですけどね、いっぱい具合悪いところがいっぱい出てきて、つまり核と人間はもう共存できないんだっていうことがね、いっぱい分かってるのに同じことやってる。ですからすぐにはね、いろんなことすぐにはできませんけれども、私たちはやっぱこういう声を上げ続けると。それでできればね、僕なんか思ってるんですけど、この毒ガス問題でヨーロッパの人たちね、それからそういう人たちと連携を取ってですね、今一番必要なのはそのお医者さんなんですよ。知見が欲しいのね。被害を受けた人はね、毒ガスってもいろんな種類の毒ガスがある。
で、それはそれぞれ個人で出方が全部違う。そういう人たちはみんなね、日本もそう、中国もそう、それから東南アジアでもそうです。で、先ほど紹介したイタリアもベルギーもそうです。で、この人たちの治療がないんですね。対症療法だけなんですよ。でも少なくともこんだけの、ね、地球上でいろんなことを頭のいい先生たちはいるはずなんで、少しでもこの目を向けてですね、そういう研究開発にお金を使ってもらいたい、知恵を絞ってもらいたいなと。そういう中でそれぞれの国と連帯してですね、いろんなことができるんじゃないか、その国に圧力をかけることができるんじゃないかなというふうに思っています。はい、じゃあ、はい、どうぞどうぞ。大分爆発セキュリ事件で、爆発が起きてからあのワクチンを配ったんですか？爆発はね、夕方と夜と2回起きてるんですよ。それでそのセキュリ金を、あのセキュリの錠剤を配ったのは次の日からです。2日後からです。ですから、27日から配り始めました。ですからその前はいわゆる爆発による安倍休暇の世界です。ですからこのタイムラグ、それでその後にもう一斉に今度は責任になって、当然ですよね、もらった責任、そのいっぱいになったっていうことで、それでセキュリ金事件にしちゃうわけですけれども、その前の段階、この2日間のひどいバタバタ死んでいく状態っていうのに対しては説明がつかない。ですから当然これはその2度の爆発に、毒ガスによる爆発によるそのまあ胸かきむしってるとかいろんな状況、いろんなの聞いていますけれども、そういうところをはっきりさせればですね、実際何が爆発したのかっていうことがはっきり分かってくる。2度にわたってますから。ただ作ってたのは中間薬で、どんなものを作ってたらもう大体見当はついてきました。証拠がないからっていうんでごまかされてますけど、まだこうやって研究者が出てきたり、いろんな資料を発掘したりっていうことで全容が分かると、相当遠くはないと思いますけどね。ただこの全容を出していった時にどういう反応が出るかね、非常に私は密に楽しみにしてます。はい、はい、他には、思いてみます。遺棄毒ガス兵器による被害者というのは、まあ、神奈川でも中国でも、まあ、たくさんいらっしゃるわけなんですが、その救済のために製造に関わった企業に対して基金の提供を求めようと、まあ、こういう提唱があったと思うんですが、まあ、責任という点ではもちろん国の第一義的な責任というのは絶対に免れないし、まあ、この点を明確にした上で企業にそういう責任を求めて、基金を求めていくという提唱、それ自体は私はいいと思うんですけれども、その提唱の それをめぐる状況、動向、可能性等々について一言でもお話しいただけたらと思います。あと10分ぐらいしかないんですけども、簡単に言います。私この遺棄毒ガスも裁判がずっと続いてからずっと関わってるんですけど、中国のチチハルというところとトンカというところで毒ガスを浴びてですね、死者が1人43名重軽傷者が出てる、小さいお子さんが今発達障害だと記憶障害とかいろんなことでみんな具合悪くなってるんですけど、裁判は残念ながら全部負けたんです。最高裁で全部負けました。で、負けたところで大抵こういう問題っていうのは裁判が終わると終わっちゃうんですけれども、そうはいかないんですね。裁判が終わっても被害者はずっと苦しんで生きていくし、この人たちをじゃあどういうふうに支えるかっていうことがまず第一義的な問題としてあります。それで私らの場合は中国の被害者を支援する会っていうのが別な形であって、その人たちと一緒になって中国にお医者さん検診を年に2回ぐらいやってですね、今回は中国のお医者さんと一緒になってやれるようになったんですね。今まではなかなかそれはできなかったんですけど、中国のお医者さんと一緒になってやれるということになると、医師の疎通が非常に良くなってくる。
ただし難しいんですよ。中国の国に国情を考えていただけると分かるんですけれども、なかなかその日本の医療のこういうやり方でそれをっていうわけにもまたいかないっていうね、まだその本当手探りの状態ですね。ですからこちらで会って渡せるのはその、目薬を渡すとかですね、そういう対照的なことしかできてないんです、残念ながら。それから被害者が黒竜江省の広い範囲に、つまり出稼ぎに来ていた人たちですから、ハルピンとかですね、その周辺に全部いるかといったらそうじゃないわけですね。ですからお金もかかります。それでみんな中でですね、すごいいじめに遭うんですね。ですから名前を変えて生活しなきゃならない人たちもいる。で、私らと付き合うっていうことが向こうの人たちに言われると、その非常に具合悪い状態も起きてしまうというね、非常にそのデリケートな、世界ですね。ですから中国の人たちがじゃあその中国の被害者を支援するという、そういう形ができればいいんですけど、これは全くないんです。本当残念ですけど全くありません。じゃあそこで彼らはお金ないんですよ。本当にお金がなくて、で健康保険もないですから、要するに漢方薬高いんですね。本当に高いんですよ。だからね、あっという間にお金なくなっちゃう。でそのために基金を設けようっていう話があって、これ中国側から提案があったんですけども、中国側の企業がまず基金の原資を出すと、でそれに合わせて日本側も基金を作ろうと。で最近NPO 法人化してそういうのができたんですけどね、これはその基金は中国の人たちに対する支援ですね。私が求めているのは中国の人たちのもそうですけれども、日本の人と中国の人を含めた企業の責任を、まずそういう企業から金を出させる。それをもとに今までたくさんの人たちは本当にねすごいんですよ。銚子の方では底引き網の漁師の人たちね、これが捨てられちゃったドラム缶を引き上げるって、それ引き上げると浴びちゃうんですよね。いやこの人たちも実名も載ってるんですけれども、みんなそのまま漁協がほんの国からちょっとお金もらって、それでその治療費だって、でも治療がないわけですから、やけどみたいな状態はその何個乗って終わりね、そういう形ですよね。でそういう人たちは今高齢化してほとんどが癌化しちゃうんですよね。ですから一刻も早くこの人たちをきちっとした検診、これは調子だけじゃなくて寒川で被害を受けた人ね、毎月僕2ヶ月に一遍ですけど病院連れてって、この間もそうだったんですけどもね、まだ40代ですよ、どん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 痩せていって、本当にもう前とは見る影もない、病院行くのもだんだん辛くなってきましたね。視野が狭窄するんですよ、狭窄で丸くこう見えなくなってくるね、こう端から見えなくなっちゃって丸く、それで自律神経やられちゃうんで、ずっと便が下痢状態ですね。ですから、まあ、仕事はもちろんもうできませんから、じゃあそういう人たちは苦心しているのを国はどうしてるかって、みんなほっぱらかしてますよ。で企業なんてそんな存在自体も知らないと思うんですよね。ですから存在を知らせるっていうことと、企業のやったその今までのやって儲けの中からですね、きちっとしたお金を出させると、見舞い金じゃないですよ、損害賠償として自分たちがやったことの損害をきちっとやると。もちろんは一番悪いの国ですから、当然国ですけれども、ターゲットとして国がそうやってね、裁判でね、司法と一緒になって逃げちゃいますから、そうはさせないところでどうすればいいかといったら、企業をターゲットにします。私はまず一番に三井をターゲットにします。はい、三井、三菱、住友とね、敵としていいじゃないですか、一番やりがいがあると思うので、でいずれこれきちっと皆さんに報告してですね、一緒にやれるような運動ができればいいなと思っております。じゃあ、じゃあ申し訳ない、もうそれで終わりにしますので、後の方ちょっと多分北さんまだ残っておられるので、個別に質問っていうか聞いてください。はい、いいですか。簡単にお願いします。はい、
私藤沢で武田薬品の連絡会という武田薬品の郊外とかいろいろそういうものをやってるものなんですが、あの武田薬品の戦前の満州の出張所か研究所かちょっと定かではないんですが、そこで人体実験をやってると、生体なんか生きてる人間を使ってそういうことを聞いたことがあるし、あの明治大学の登戸研究所ですか、あそこに行ったら中国人の死刑囚を箱の中に入れて生きたまま実験をしている写真があったんですよ。でまたあの去年行ったらそういうものは全部取り払われて、武田薬品という会社の名前も一切なくなっちゃってるんですよね。その辺のことで余計疑問が深まっちゃったんです。そのことをちょっとお願いいたします。各大学でね、例えばこう京都大学なんかはあのそれこそ石井四郎の出身大学ですよね。ですからかっては731のことが京都大学にはきちっと書かれてました。残念ながら全部取っ払われてます、うん、ありません。で明治大学、あんたもそうかよっていう世界なんですけど、明治大学では登戸研究所の跡をね、平和記念館として自分たちは確か作ったはずです。なのになぜっていうのがやっぱりなぜですね。あのどういういきさつで明治大学がそれを外したのか僕分かりませんので、そういうのはきちっとね、あの公開質問状で出されるといいと思うんですよ。それで正式の回答を持って、じゃあ今やっているね平和記念館の事業とそれを突破ったことの矛盾ね、それをきちっと学証名で出してほしいっていうことをねやった方がいいと思いますね。そういうことのね一個一個で重要だと思うんですよ。今ねどこでもそうなんですけど、右側の連中はね片っ端からそういうのをね取っ払おうとしてるんですね。群馬県であの朝鮮人の、慰霊碑があったんですけど、強制連行のそれをね県の施設の前でそこで政治集会をやったって言いがかりをつけて、それでそこからその慰霊碑を取っ払えというふうに、その日本会議の女のメンバーそよ風とかいうねわけのわかんない人たちがいるんですけど、これがあの外戦車でかなり立てて麻薬の果てにとうとうそれを取っ払うっていう方向になってしまってますよ。でこれをやっぱりそうはさせないということが必要だと思うんですよね。であっちこっちでね、それ大学は もちろんそういうふうになってきてるから変な話ですよ。ですから京都大学なんてのもどんどん学習を当てにですって文句言って、ね、隣の府立大学のやつは暴力団と住んで飯なんか食っちゃってるけどオタクもやってんじゃないのぐらいのことがねあっておかしくないんですよ。だからそういう問題が起きたら絶対に公開質問状とかそれ文章で出してですね、疑問点出して僕たち一人でもできるじゃないですか。それは文章書いてもね、そういうのって必要だと思いますので、はい、ありがとうございました。これ申し訳ないんですけど、一応もっと疑問ある方は残ってられますから、個別に聞いてください。大丈夫ですから、ずっとで最後一言何かあります、追加あって、それで終わりです。じゃあほんのね短い時間ですから、先ほど言いましたここの日本の枯葉剤、これを書いてくれた原田さんっていう方がおられるんですけど、最近よく接点がありまして、今ここの会場にも見えたと思うんですけども、売ってます。よく調べてそのからくりが分かってます。2000円のところ1500円で、ね、売るそうですので、よかったらぜひともあそこの入り口のところにいます。あそこの入り口のところに本人がおりますので、もし買っていただいたらサインかなんかしてくれると思います。よろしくお願いします。いいですか。じゃあどうもありがとうございます。